決勝レースが続きます。ちょっと風の気になるところではありますけども、皆さん雰囲気でこれをパワーでまた乗り越えていただきましょう。時に風が持っているようになります。さあ、それでは女子 100m 競走の決勝レースを迎えます。これまた注目のレースであります。ロードスさんの皆さん、また引き続きご協力をよろしくお願いいたします。出場選手第1レーン、宮地リリカさん、一律船橋高校 400m の南関東チャンピオンです。第2レーンに帯谷浩二が、伊藤馬さん、一律柏高校 4K でインターハイ行きます。第3レーンは亀山みなみさん、一律船橋高校内村中心選手。そして第4レーンは奈良若菜さんは千葉黎明高校シードレーンに入りました。第5レーン板里奈々美さん、日本女子体育大学第6レーン内越まりかさん、大東文化大学。さあ、大学生が真ん中に入りました。第7レーンは樋口葵さん、一律船橋高校そして第8レーンは篠原美咲さん、青山学院大学さあ、素晴らしいメンバーが揃いました。女子 100m 競走の決勝です。青山さあ、きれいに1回出ました。速い飛び出しは内越さん、あっ、でもそこから逆転か。向かいの 1.2 メートル12秒20。まずはこの8名に大きな拍手をどうぞ。真ん中の吹き流しを見てると向かい風っぽくね、走ってる最中だけなところでありますが、向かい方 1.2 メートル、激しいレースになりました。誰なんでしょう、真ん中の大学生2人、大学生は3人ずつ出ておりましたけども、さあ、慎重審議になります。出ました、第6レーン内越まりかさん、大東文化大学が見事優勝となりました。まあ、速報サイトをご覧になっていれば同時に打ち込みがされているのかもしれませんけども、その差がなんと100分の1秒差でありました。これはちょっとね、肉眼では全くわからない感じで、内越まりこさん、大東文化大学が12秒21、そして板里さん、八千代松陰の OG だそうでありますが12秒22と続いておりました。後ほど接していると正面スタンド前にご注目ください。女子 100m ハードルの表彰です。プレゼンターは千葉陸上競技協会高津逸郎副会長です。第3位清水セリナさん、一律船橋高校、時間14秒41。第2位大熊楓さん、東京女子体育大学、時間14秒33。そして優勝は坂田凛さん、渋谷学園幕張高校、時間14秒25。